第33装甲旅団、チェレは、ドイツ連邦陸軍の旅団の一つ。第11装甲敵団兵士団霊下で、旅団司令部を当初エムスラントに置き、後に、チェレへ移転し、旅団の部隊はチェレ及び、キーフホルンに駐屯していた。1994年に、解体する。1959年2月2日に、林元にて、旅団は編成され、 第11装甲的弾兵士団の霊化となる。1960年時点での旅団編成は次の通りであった。第332装甲的弾兵大隊、第333戦車大隊、第334戦車大隊、第336補給大隊及び第330装甲公兵中隊からなった。1962年に旅団は北。 大西洋条約機構の指揮系統に結合される。1968年には、第3 3 9駆逐戦車中隊が再編成される。1972年に、第335補給大隊が解体し、代わりに、第330整備中隊と、第330補給中隊が編成されて、旅団直轄に置かれた。1976年に、旅団司令部と、 装甲偵察隊は、チェレに移駐する。同じく1976年に、いくつかの部隊が移動する。第332装甲的弾兵大隊,隊は、第14強度防衛団に、第334戦車大隊と、第335装甲砲兵大隊,隊は、第3装甲旅団にそれぞれ配転する。大隊措置として、第2装甲的弾兵旅団から第21、 装甲的弾兵大隊が、第3装甲旅団から第33戦車大隊と、第34戦車大隊、第110戦車大隊第4中隊、第9、1教育中隊及び、第35装甲砲兵大隊が編入される。1984年時点での編成は、以下の通りであった。1989年に、旅団は、ゼレの愛称を得る。 1993年9月30日に装甲旅団は解体する。第332装甲敵団兵大隊と第334戦車大隊は第9装甲共同旅団に配点される。第334戦車大隊は非現役部隊として第1装甲師団の霊化に置かれる。他の残余部隊は旅団と共に解体する。ありがとうございます。